ワールドドクターズ・オーケストラは医師のみによって構成されたオーケストラである。ベルリンにあるシャリテ大学医療センターの医師シュテファン・ビリッヒ教授により音楽と世界的な医療の責任を結びつける目的で非営利団体として2008年に創設された。毎回のコンサートの収益は厳選された非営利の医療支援団体に寄付されている。 およそ60カ国からの1500人を超える医師がワールドドクターズオーケストラに登録しており、彼らの多くは専門的な音楽のバックグラウンドを持っている。年に3回、約100人の選ばれたメンバーが1週間集まってリハーサルを行い、世界各国の様々な会場でのコンサートに臨んでいる。およそ3分の1のメンバーは音楽の専門教育を受けており、その他は アマチュア音楽家である。すべての医師たちは、向上的に音楽活動をしていて、プロまたはアマチュアのオーケストラや室内楽のアンサンブルで演奏している。ワールドドクターズオーケストラの創設者及び指揮者は、ベルリンにあるシャリテー大学医療センターの社会医療疫学及び健康経済学研究所の所長、ステファン・ビリヒである。彼は、 以前ハンスアイスラー音楽大学ベルリンの学長であった。ビリヒはバイオリンと室内学と指揮をシュトットガルトとベルリンで学んだ。医師としての専門キャリアの中で彼は音楽と医療だけでなく、心臓血管疾患、予防医学、健康経済学、統合医療にも力を入れ、心臓専門用よび研究者として高い評価を受けている。彼はボストンにある。 ハーバード大学医学部で数年働いた後、1995年にベルリンのシャリテ大学医療センター社会医療疫学及び健康経済学研究所の教授兼所長に任命された。ワールドドクターズ・オーケストラは5大陸で30回のコンサートセッションを開催している。ありがとうございます。